どうしたの？朝から眠そうだね。昨夜ちゃんと眠れなかったのか？いや、特には。俺は短時間で深い睡眠をとるタイプだから、寝てるときは大体何も聞こえてないよ。あんたの言う変な物音って、風の音とかじゃないの？そんなことがあったのか。でも、だとしたら不思議だな。端末が破損したトレジャーハンターなら、あんたを見て合流しようと考えるはずだ。けどその相手は逃げた。となると、あんたに見つかったら困るような何かしらの理由があったのかもな。あんたはここでじっとしてて、俺が見てくるから。申し訳ありません。泉様だとは知らずに失礼なことを。同じ泉の家系に免じて、今回のことはどうかご容赦を。誰と誰が同じ家系だって？まあいい。とりあえず落ち着け。怯える必要はない。今は法治社会だからね。法に触れることはしないよ。ねえ、弁護士先生。そうです。私ははぐれた仲間を探してたんです。名前は泉ガヤって言うんですけど。あんたら二人とも名字が泉なのか？それに名前もなかなか個性的だな。いえ、私は泉様と同じ泉だけど、ガヤは伊豆の井に住むって書いて泉なんです。私も以前はこんな名前が嫌でしたよ。けどガヤと出会ってからは、これも何かの縁なのかもと思えるようになりました。確かにここまでの偶然となれば、ご縁以外の何者でもないな。で、お仲間さんとはいつはぐれたんだ？昨日の夜だったと思います。はい。昨夜、私は夢の途中で目覚めまして、ぼんやりしていると、そこでガヤがいなくなっているのに気づきました。けどその時は、用を足しに行ったのかな、くらいに思っていたので、あまり深く考えていませんでした。けど朝になっても彼は戻ってこなくて、それで心配になって探しに出たんです。本当ですか？ぜひ詳しくお聞かせください。あんた、近づきすぎ。あ、申し訳ございません。嬉しくてつい。どうぞ続けてください。
違いない。それきっとガヤです。彼は一応私に宝を探しに行くというメモを残していました。なのであなたたちに見つかって逃げ出したのでしょう。この島にまだ宝が残ってるのか。嘘じゃないんだろうな。本当です。私とガヤはそれが目当てでこのノスタ島に来たんですから。でもここ数日お腹の調子が悪くて、だから私に無理をさせないようにガヤは一人で宝を探しに行ったんだと思います。宝なんてもうどうでもいいよ。ガヤさえ無事に戻ってきてくれれば。宝の場所のヒントが書かれた布切れがあるんです。ガヤに持って行かれたけど内容は全部覚えてます。あなたたち宝探しに興味はありませんか。一緒にガヤを探すのを手伝ってくれたら全部お教えしますから。はあ？宝の存在を証明できるものが手元にないのに、その取引は割に合わないんじゃないか。それはそうですけど。けどまあ謎解きの宝探しね、面白さだけは合格かな。その取引乗った。もし本当にそうなら少し厄介だな。山の神なんて曖昧な存在どうやって。けど山の神は見つけられなくても万物を俯瞰できる場所なら知っている。山頂に向かったのなら泉ガヤはこの道を通った可能性が高いな。俺たちも山頂に登ってみよう。ほら手を貸して、俺が引っ張ってやるから。あれね、思いっきりぶつかってきたのにあからさまに俺たちを釣ろうとしてたからちょっと懲らしめただけだ。そんなことってお姉さん、俺が痛い思いをしたのに何とも思わないの。そういえば大して心配もしてなかったね。まあ正直なところモブの言う宝が本当に存在するかどうかなんてこれっぽっちも興味がないんだ。知っての通りパックスはそれなりの大企業だしお金には困ってない。ただ
今回のイベントの主催側として全ての参加者を守る責任が俺にはある。だから見て見ぬふりはできない。山頂にいるかもって期待してたんだけどな。やっぱりもう少し具体的に彼の居場所を特定しないとダメか。山登りで結構体力削られただろう。少し休みなよ。そういうのは俺に任せればいいんだって。だからあんたは安心して休んでなよ。ずいぶんと食い下がるね。ここで休むのは嫌？なら仕方ない。俺が少しだけ辛抱してあげるけど、どうする？うん、そうしてくれ。肩に力が入ってるよ。気をつけちゃダメじゃん。ほら、目を閉じて。ごめん、なんか想像してたのと違ったみたい。いやいや、そんなわけないでしょ。ちゃんと練習しとくから、また二人っきりになったら聞いてよね。お会いに行くと泉家の男はみんな諦めが悪いってのが性分なのさ。でも、あんたの言うことも一理あるか。どうやら、まぐれあたりだけど手がかりが見つかったみたいだね。まあ、鳥の数もそうだが、こんなに多くの種類の鳥が同じ木に生息するなんて異常だ。鳥ってのは本来とても縄張り意識の強い動物だからね。その推理、いい線いってるんじゃない？古樹の横は崖だった。つまり少しでも音を出せばすぐに谷でこだまして、両側からの音に驚いた鳥が飛び立つ。
これが狙いだったとすれば、出題者はこの島の地理に相当詳しい人物なんだろうな。ああ、その可能性は高い。それにほら、あそこを見て。とすれば、ガヤはそれを取ろうとして木に登り、その最中でうっかり落ちて草むらに跡を残したのかもね。とにかく登ってみよう。何が書いてあるか確認する必要がある。ヒントだよ。ちょっと理不尽だけどね。ほら、あんたも登ってみる？俺が支えててあげるからさ。1個前のヒントを参考に考えるなら、霞もおそらく何らかの隠喩だろうな。そうなると「落とされる」という言葉が謎を解く鍵になりそうだ。俺もそう思ったんだ。最初のヒントがここを示したのはおそらく偶然じゃない。となると次の場所はおそらくここから見えている可能性が高い。けど結構範囲も広いから、座ってゆっくりと探そう。それにしても平然と木登りを承諾してくれるなんて、お姉さんって思ったより度胸あるんだ。そんなの他人が勝手に押し付けてきた理想像に過ぎなくないか？真に受ける必要ないと思うけど。それはもちろん。俺はその昔、木登りの国家代表になるのが夢だったからね。
と言っても俺もあんたと同じで少し大きくなったらやらなくなったけどね。俺が木に登るとさ、使用人たちがやってくるんだよ。必死に頭を下げて口を揃えて降りてくださいってね。俺が怪我をするのが心配なのは理解できる。でもどうしても腑に落ちなかったんだ。彼らは一緒に登って見守ったり、登れる工夫をしてくれたわけでもないのに、どうして一方的に俺を下ろそうとするのか。でも今ならわかる。わざわざ怪我のリスクを背負ってまで誰しもが木登りをしたいわけじゃないんだって。自分と気の合う相手を探すのって案外難しいんだよな。最悪一生出会えない可能性だってある。だからその時から俺は決めてた。もし見つけることができたら絶対に手放さない。霞が落とされた地だけど、だいたい見当がついたよ。ついてきて。霞のメタファーを探り当てるのは実はそこまで難しくなかったんだ。どれだけつかみどころのない謎とはいえ、この山にあるものといえば川、草木、樹木、それくらいだ。さっき山頂からこの花畑が見えてさ、花の名前を思い出してすぐに分かった。霞はおそらく霞草だろう。この花畑ってピンク一色だから山頂からなら結構目立って見えてたと思うんだけど。お姉さん、木の上にいた時一体どんな考え事をしてたのかな。どんなも何もないよね。だってあの時お姉さんが考えてたのは俺のことかな。お姉さんってば動揺しすぎ。お姉さん、なんか俺への当たり強くない？俺が可愛くなくても手がかりは可愛いでしょ。あと手を引いたのは後ろにある手がかりを踏ませないためだよ。
大きさから見てこれは成人男性の足跡に違いない。にしても花畑の至るところにあるな。これらの足跡を残した人物は何かを探していた可能性が高そうだな。それはないかな。この木箱は新しすぎる。それに材質も安っぽい。いかにもそこら辺で売ってそうだ。今から1000年くらい先の時代だったらかろうじて骨董品としてそれなりの価値がつくだろうけど、今はどんな宝の入れ物にしても品がなさすぎ。絶対にないね。そうなるね。でもモブの話、あながち全部が嘘でもないと思うよ。彼が人探しを手伝ってほしいというのも、宝の存在の話もおそらく本当だ。ただ彼は宝について俺たちに隠してることがある。まあね、でも言っただろ、俺は宝の真偽はどうでもいいって。だから別に聞き出そうとも思わなかった。たまたま今の発見で俺の推測が正しかったって証明されただけ。それ褒め言葉として受け取っておくよ。さっきさ、手がかりを探しながら作ってたんだ。思った通りだ。ピンクはあんたによく似合ってる。まあとにかく安心しなよ。ガヤのやつはそう遠くへは行ってないはずだ。ほら、足跡をよく観察してみて。
片方が深く片方が浅くなってるだろ。木から落ちた時足を痛めた証拠だ。彼をそこまで突き動かしているのは金か、それとも他の何かなのか。だろ、俺が何十回も試行錯誤を経てやっとたどり着いた編み方なんだよ。そう、前に留学してた時、レイラによく花畑の散策に付き合ってもらってた時期があって、その時毎回お礼として花冠を編んで送ってたんだ。そしたらすっかり板についちゃって。その顔ってさ、もしかしてレイラが誰か気になってたりする？お姉さん、なんか遠くない？もう少しくらい俺に興味を持ってくれると嬉しいんだけど。俺のプライベートを知れる機会なんてめったにないんだよ。じゃあ聞き出すんじゃなくて、俺が自分から教えるならいいってことだね。さっきの話の続きだけど、レイラはさ、俺が外で拾った野良犬のことなんだ。誤解しないで、レイはまだ生きてるよ。なんならすっごく元気だ。ただあの頃はよく周りからいじめられてたから、仕方なく俺が海外の友達のところに預けたんだ。今も向こうにいるよ。ああ、当時も俺を恨んでる人間は多くてね。直接手が出せないからって、奴らは恥ずかしげもなくレイラを狙ったんだ。庭のフェンス越しに石を投げたり、散歩道に毒入りの食べ物を置いたり、次から次へと対処のしようがなかった。そいつらには後に相応の罰を受けてもらったけど、俺が飼い主である以上、今後も同じことが起こらないとは限らない。だからレイラの安全を第一に考えて、俺は彼女を泉家から送り出すことにしたんだ。でも、もしあの時にもう一度戻ることができたなら、俺は絶対にレイラを送り出さないと思う。後になって気づいたんだ。俺が強くなりさえすれば、自分のそばを一番安全な場所にできたんじゃないかって。だから、今度こそ同じ過ちは繰り返さない。そうだ、
その花冠はもう捨ててもいいよ。今度また新しいのを作ってあげるから。だってさ、よく考えたら霞草って脇役に徹することが多いし、花言葉もちょっと気に入らないんだ。あんたに贈るならやっぱりスミレか麦わら菊の花冠の方が似合うと思うんだ。ねえお姉さん、俺の言ってることの意味もう分かってるんでしょ。そうだね、どうやらそう遠くない場所にはいるみたいだ。ダメだよお姉さん、赤なんて俺はそんな軽い男じゃないんだ。大丈夫じゃないどころか問題を大ありだろう。おそらく島特有の果実でも食べたんだろう。一部だけど軽い幻覚作用のある果実も生息してるって聞いてる。本来なら参加者の手の届く場所にはない果実だよ。そんな代物を彼がなぜ食べたのかよく分かったよ。だろうな。でもまあ、ひとまず人探しは終了したし、依頼人をここに呼び出して事情聞いてみるとするか。勘違いするなよ。幻覚で間違って自分の舌を噛まないよう口を塞いでおいただけだ。心配いらない。ああ、そうでしたか。お手数をおかけしました。ガヤを見つけてくれて本当にありがとうございます。礼はいい。それよりも見つけてやったんだ。そろそろ本当のことを教えてくれるんだろうな。曖昧な宝の存在に手の込んだ謎解き、これらは全てあんたが設置したものなんだろう。泉様、何をおっしゃって。さっき花畑で手がかりを探してた時、俺は二組の足跡を見つけた。
一組の足跡は片方が深く、片方が浅くなってた。それは足を怪我したお仲間さんのものだろう。対してもう一組の方は、って、もう言わなくても分かってるよな。大きさから見て、これは成人男性の足跡に違いない。にしても、花畑の至るところにあるな。これらの足跡を残した人物は何かを探していた可能性が高そうだな。まあとにかく安心しなよ。ガヤのやつはそう遠くへは行ってないはずだ。ほら、足跡をよく観察してみて。片方が深く、片方が浅くなってるだろ。木から落ちた時、足を痛めた証拠だ。いや、でも足跡の深さが同じってだけじゃ、僕のものだとは断定できないじゃないですか。できるさ。ヒントが示す場所を崖だの花畑だのにするくらいだから、仕掛け人は明らかに島の環境をよく知った人物だ。今回のイベントを主催する前に、俺はこの島のことを徹底的に調査させたことがある。あんたは昔この島で考古学研究に携わってたチームの一員だろう。残っていた集合写真にあんたの顔が写ってたよ。それは。申し訳ありません。確かに泉様のおっしゃる通り、宝のヒントを設置したのは僕でした。でもモブの名に誓って騙そうだなんてつもりは一切ございません。そう慌てるな。まずは事の顛末を聞かせろ。あんたの言い分を信じるかどうかはその後だ。それらを設置したのは確かに僕ですが、ヒントに記したどの場所を探してもガヤの姿が見つからなくて、焦って途方に暮れていた最中、あなたたちに出会って、それで藁にもすがる気持ちで助けを求めたんです。なんてことだ。今回の宝探しを考えたのはガヤを喜ばせるためだったというのに、まさか怪我をしてまで宝を見つけようとしていたとは、全くの想定外だ。そういうことなら最初から俺たちにはっきりとそう言えばよかったんじゃないか。今この島に来てる人間は皆金儲けのことばかり口にしますから、見返りがないとお受けしてくれないかと。特に泉様はネット記事では女と金にしか目がない御曹司って言われてて、私は女じゃないし金で釣るしか。はっきり言えとは言ったが、それにしたってズバズバ言い過ぎだろう。加減とか気遣いを知らないのか。いえ、それが宝に関しては私も何とも言えなくて、というのもそこだけは私が用意した話ではないのです。泉様も小耳に挟んだことがあると思います。当時の考古チームがこの島に来た最大の目的を。ああ、風の噂程度だけどな。
確かこの島のどこかに古代の遺跡があって、あんたたちはその場所を探してたんだろう。だけどあんたの考古チームがどれだけ探し回っても結局は何も見つからなかった。その通りです。それで島から帰ってきた後、私は研究室で古書を調べ尽くし、ようやく糸口をつかんで帰ってきました。断片的ですが、とある儀式の段取りが記録に残ってて、それを順番に行うことで神おろしの遺跡が見つかるようです。つまりあんたは段取り通りにヒントを設置したんだな。なら鷹ってのはその遺跡のことなのか。それは少し違います。ガヤと違って私はこういう科学的根拠のないことはあまり信じない性分でして、だからガヤを失望させないためにこの先にそれなりに価値のあるものを埋めたんですが、一般人からすればなかなかの代物だけど、泉様がお相手となると。ん？それはどういう意味だ？俺も一般人だぞ。高級腕時計ブランドの今シーズンの最新作です。誕生日プレゼントのつもりで用意したのですが。はい、パックス傘下のブランドですから。お姉さんって結構心配性なところあるでしょ。最初に教えちゃったらいろいろと考え込んじゃうかと思ってさ。誰かの思惑とか余計な駆け引きとか、そんなことにとらわれず、あんたには純粋に謎解きを楽しんでほしかったんだ。そういえばさ、最後のこの謎をよく見てみなよ。結構面白いんだよ。大体合ってるよ。それから冥界の王はオルペウスに妻の返還を承諾する代わりにある条件をつけたんだ。冥界にいる間は決して後ろを振り返ってはいけないと。けれど結局オルペウスは失敗し、妻を永遠に失ってしまった。
それだけじゃない。オルペースの話でわかることはもう一つある。もし道中で俺たちのどちらかが幻覚に陥ったとしても、不安に負けずに、ただ目の前にいる人のことを最後まで信じろと。孤児の上にいた時の記憶だけど、おおよその方向はまだ覚えてる。崖は花畑の北、あっちだな。振り返らないってのが謎の答えなら、このまま南に進んでみよう。洞窟か。そうだな、分かった。けどちょっと待ってて、簡単な松明を作るから。ごめん、気になるものを見つけちゃってさ、ちょっとだけよそ見してた。そう、ここの岩壁を見てごらん。これが古書に書かれていた儀式の段取りのことだろう。二人は最後に果実を食べたが、幻覚に惑わされることもなく本心を伝え合った。結果、山神の祝福を授かったか。祝福だけじゃないさ、神はきっと二人の結末も見届けてくれてると思うよ。それに儀式はそれで終わりでもないと思う。ほら、壁画の最後を見て、特別な記号があるでしょ。俺の予想が正しければ、ここのどこかにまだ道が続いているはずだ。
俺なら大丈夫だから心配しないで。それよりその穴にはあんま近寄るなよ。俺みたいになるから。それは少し難しいかな。ここの岩壁かなり滑るみたいだし。でも安心して、下に通風口がある。せせらぎの音も聞こえるから外に通じてるはずだ。儀式を執り行う場所なら絶対に出口もどこかに用意してあるよ。だから安心して。待て、何をするつもり？おっと、大丈夫？どこか撃ってたりしない？どうして降りてきたんだ？言っとくけど、うっかり滑ったなんて言い訳は通用しないからな。俺のそばに？そんなことのためにこんな危険を冒したのか。いくらなんでも無謀すぎ。後になって気づいたんだ。俺が強くなりさえすれば自分のそばを一番安全な場所にできたんじゃないかって。だから今度こそ同じ過ちは繰り返さない。それとこれとは明らかに状況が違うだろう。けど、まあ間違ってることだとは思うけど、あんたが来てくれて確かにすごく嬉しかった。いや、平気だよ。ただここの湿度が高くてちょっと息が詰まってるだけ。少し休めば治るよ。
普段から鍛錬してる俺がそう簡単に体調を崩すわけないでしょ。お姉さん、俺の言うことが信じられないの？急にどうした？それよりお姉さんの方が温かいね。心地いいくらいだ。ちょっとまだ動かないでよ。今度は俺の番なんだから、お願い。もう少しだけでいいから、このままでいさせて。何をそんなに慌ててるのさ。さっきお姉さんから俺に近づいた時は全然平気そうにしてたじゃん。分かってる。心配してくれてたんでしょ。ごめんね。さっき言ったことは真実じゃないんだ。小さい頃さ、俺はガキのいたずらで似たようなところに閉じ込められたことがあるんだ。暗くて湿っぽくて、すごく居心地の悪い場所だった。だから言うなればトラウマみたいなもんだね。別に大したことでもないから情けなくて言えなかったってわけ。これは降参だね。でも嘘でもないよ。俺にとってそのことは本当にもう大したことじゃなくなったからね。確かに例の記憶は最悪だったけど、おかげでこんな特別な思い出ができたんだから、すごく得した気分さ。だからさ、俺のそばにいてくれて本当にありがとね、お姉さん。
ホタルが神の使い？なかなかロマンチックだね。よし、ならお姉さんの言う通り、その導きとやらに従ってみますか。確かにその方が絶対にいいね。それじゃよろしくお姉さん。途中で話したりしないでよ。大体合ってるよ。それから冥界の王はオルペウスに妻の返還を承諾する代わりにある条件をつけたんだ。冥界にいる間は決して後ろを振り返ってはいけないと。けれど結局オルペウスは失敗し、妻を永遠に失ってしまった。さっきからずっと何かボソボソ言ってるけど、どうしたの？お姉さん、それはちょっとひどくない？俺そこまでひどい顔はしてないと思うんだけど。あ、わかった。もしかして例の神話の話が気になってたの？え、なんで？何もおかしくないでしょ。これは俺を信じないお姉さんへの罰ね。大丈夫、安心しなよ。俺がいる限り絶対にあんたを見失ったりしないから。それにもし神話みたいなことがあっても、俺が必ず見つけ出すよ。たとえどれだけかかろうとも、あんたを取り戻すから。で、それまでは、俺も地獄に一緒にいてあげるよ。どう？これなら寂しくないでしょ？モブが言ってた神おろしの遺跡ってここのことかもしれないな。
なくてもいいさ。こういう祭祀の儀式ってのは大体何かしらの信仰と絡んでる。昔の人々は今よりもずっと信心深かったんだ。経験に祈り続ければいつか神に願いが届くと信じていた。俺アルトも、こう見えて結構欲深い人間だからね。それこそ願いなんて星の数ほどあるよ。さらに言うと、その大半は自力で叶えられると思ってる。思うようにいかない願いは、今のところ一つだけかな。もちろん最大限の努力はしていくつもりだけど、可能なら神の祝福も授かっておきたい。そのくらい願ってる。俺の願いは、愛する人と生涯添い遂げることだ。そう深刻そうな顔しないで。この世にはいくら考えてもわからないことって意外と結構あるもんだよ。それにこれでちょうど伝説の遺跡が本当に存在してるって証明されたしね。だから俺たちの願いもきっと神に届いたと思う。こんばんは、パックス宅配便です。お荷物をお届けに参りました。なあ、バレた？実はあんたの大好きな店のケーキが手に入ってさ、よかったらもらってくれないかなって。あんたが SNS に写真をあげたのを見たんだ。ちょうど会議が終わって帰るとこだったし、ついでに買ってきちゃった。別にいいよ、それくらい負担になんて全然思ってないし。それに、あくまでただの口実だから。そう、今日はもう遅いから上には行けないでしょ。だから下まで取りに来てほしいなって。また支度させちゃうのは悪いけど、今すごくあんたに会いたくてさ。それに少しだけ話もしたいし。ダメかな？
思った通り、やっぱ特別な儀式だったんだな。神の祝福か。まあ悪くはないかな。俺はあんたの全ての願いを叶え、全ての期待に応える。決して手放さないように俺は最善を尽くす。だからどうかこれからもずっと俺を照らし続ける存在としてそばにいてほしい。